3人は日本校ではスイーツ王子と呼ばれ、その才能は先生たちも一目置いている。どんなの作るつもりなんだい？バイト先の店長さんから電話があったよ。一人来られなくなったから代わってほしいって。うん、将来はお父さんとお兄ちゃんと暦の3人で火星に住むの。漫画がどうでもいいんじゃなくて、本質的に目指してる方向が違うというか。落ち着いてください。冷静さを失えば人は能力を半減させてしまう。お帰りなさいませ、ご主人様。美味しくなる魔法おかけしました。っていいな。あなたたちを見てたらガンガン響き始めた、私のロックが。昨日ロケハンに行ってたんじゃないの？それ持って。なんだ、神殺しもまだいたんだ。この柄かわいいわ。でもこちらの色も綺麗。お兄様見て、どちらがいい？多いんでしょ。桃園学園にはいろいろな意味で超人的な能力を持った8人の生徒が。そんな、キバ君とエロ兵道が一緒に歩くなんて。そらずるでしょうに。こいつはお見舞いに行こうかどうしようかって毎日迷ってたんだから。今日から2年に編入生が来るって聞いてて、それで。私鶴間コナエって言います。こんなところに一生閉じ込められてるくらいなら死んだ方がマシだよ。ねえ答えてよ、僕は一体何なの？ずいぶん楽しんでるみたいじゃない。私は統一中華戦線のツイーフェイ中尉よ。さっさと出てきなさい、ユーヤブリッジス。上も下もどっか行っちゃって。あ、でも先生ご安心を。私にはいつものこれが。じゃーん。わかってますよ、こう見えてもちゃんと考えてるんですから。うわー、ほな試合までの2日間はずっとホテルでテレビとにらめっこか。あ、ロムちゃんデッテリウムよ、レアアイテムだよ。いや、たまらない。ネプギアたちがそんな悪いことするわけないわ。休館長でも言えるわ、気持ちは行動で見せてよ。別にロールスロイスで送迎したり肛門に赤い絨毯引き詰めろって。お兄ちゃんありがとう。あ、リアスお姉様のお体を渡せないわ。ルニアお姉さんのお見舞いに行ったんだけど、まだ目を覚ましていなくて。女一人で生きていくって決めてるからね。私推し推しじゃ就職できるようなところないし。全ては何時に託そう。暁古城校内新聞で各部活を取材しているのですが、皆さんはいつも通りで。よくないね、しっかり食べないといざって時戦えないよ。巫女さんみたいな格好をした女の子にカードデバイスをもらって、それでガル君をキャプチャーしたの。あ、シーナ先輩、新体操の大会もうすぐですね。ねえねえ、明日からの夏休み2人はどうするの？すいませんでした、私行きますね。ありがとうございました。今すぐ出てけ、おめえらさせた。おお、とにかくみんな一つになって楽しそうになったでしょ。それがいい空気ってこと。高間ヶ原先生から伝言です。カメラの位置なんてよく全部覚えたわね、うん、私だったらそれ国民へのアピールに使ったのに。あれはラブレターじゃないし恋の悩みでもない。だからそういう魔法をかけても幸せにはならないの。なるみ軍曹、私こんな奴らに背中預けるの無理なんですけど。そして実は前に1回そのネタで優勝した。この訓練はダンス初心者のあなたたちが怪我をせずにレッスンするために必要なんですよ。秋葉原は私たちのもの、人間は全て支配されるべきなんだと。私たちメトロ地下のスカイマが勝手なことしちゃいけないんだぞ。この悪魔め、仲間を増やしてこの家を乗っ取るつもりか。はい、お裾分け、菜の花の煮浸し。誰もいなくなった時間に時々ああして、みんなが通ってる学校ってどんなのかな。やられる前にやるなよ。いつの間にか世界は色を失っていた。得意技は予知能力、催眠術、ノーハンドでのブラのホック外しだ。アスカさんとならいずれまた会うはず。そんなことで稽古に身が入らぬとは考え物ですね。採血権を与えられているのは4等杓子までで、5等以下の杓子は逆に上級貴族の採血の対象になってるんですよ。私音代セーラー、あなたがドなら私はレ、あなたがレなら私はミ。私たちは
同じような星で同じように栄えた文明から放たれた惑星探査機。当然でしょ。いつまでもお姉様に負けてられないんだから。改めてやろうとすると照れるわね。はい。私は人海守備軍補給部隊所属、ティーデシュトリーネ初等連士です。ええ、ローラ、私もよ。テレビ見ててもさ、雨降ってるとテレビ消して雨の音聞いてるの。落ち着くよ。輸送車の引き渡し完了したよ。あと向こうのテントでここの指揮官さんも発見。神浜の魔女は他より強いって知らないの？のこのこ結界に入ってきたりしてさ。行くよー。あの人の応援歌合唱曲第2。事務所に入った時から私はずっとマキの背中だけを見てた。お願い、キリト先輩を。そうじゃなきゃ調査隊と一緒なら部屋から出ていいなんて特例を出さないと思うわ。まだ習熟訓練も終わってないだろう。貴重なジーズフレームを失うわけにはいかない。私のこと何度もちゃんと叱ってくれるでしょ。普通数回言ってダメだったら、はあ、こいつはダメだって。ちょっと一回りして変なことないか見るだけよ。でもちょっと怖いよね。僕と魔力がつながってるからどこにいるかわかるんだ。全部ただ景気リアル。人気商売で目立てなんぼある。生きてる？こんなの魔女になったのと同じじゃない。エラはこんなの嫌。最終予選を通過できるのは一人だけ。みんなライバルなんだから、慣れ慣れしくしないで。あの男も何も考えていないようで、案外周りを見ているのかもね。残念、街での仕入れは安定しなくてね。わかってる、誰にも言わない。宇宙人だってこと私とあなただけの秘密にする。腐れ縁というものは時間が経つにつれ、それはそれは面倒になっていくものですから。マスモルソーミンテーテフブ。それって魔法少女を救うだとか言ってたやつ。そもそも掃除してるのにサツキがどいてくれなかったからでしょ。いっつも家でダラダラして。エリアも回収でよ。